ウィリアム・ステントン・モーゼスウィリアム・ステントン・モーゼスは、イングランド国教会の牧師、霊魂の死後存続を信じる心霊主義の霊媒でも、あり、霊と更新し、そのメッセージを霊君として出版した、心霊現象研究協会会員。当時、心霊主義とオカルティズムの協会は、現在思われているほど明確なものではなかったと、吉永真一は考察しており、 卑怯的音楽史家ジョスリン・ゴドウィンによると、フリーメイソン、英国バラ十字教会に属し、新知学教会のヘンリー・スティール・オルコットや、チャールズ・マシートも親しく文通を続けていた、リンカンシャーシー・ドニントン生まれ、父は学校の校長で、教育に熱心だった。モーゼスは、奨学金を得て、オックスフォード大学のエクセターカレッジに入学し、修士号を取って、 英国協会の牧師の資格を得た。在学中には過労による神経衰弱のため休学し、ギリシアにあるアトス山の修道院で半年ほど過ごした。1863年、24歳で牧師として、万島に赴任し、教区の人々から慕われた。天然痘が流行した時は看護を手伝ったり、ひどい状態で誰も近づかないような遺体を埋葬したという。またこの頃、 雑誌への寄稿も始めている。1869年、30歳で重病にかかり、治療を受けたスピーア博士一家と信仰を結ぶ、スピーアップ人が熱心なスピリチュアリストだったため、初めてスピリチュアリズムに関心を持つ、いくつかの高齢会に出席するうちに、死後存続について、確信を持つようになった。その後、モーゼス自身が霊能力を発揮するようになり、 初期は重い物体が動いたり、その場にない品物が突然現れたり、方向が漂ったり、モーゼスが空中に浮遊するなどの物理的な現象が起きたが、後に哲学的なメッセージ主体のものへと移行していった。1870年、再び牧師として働き始めるが、間もなく病気が再発したため牧師を辞職。この頃からスピーヤ博士の息子の家庭教師を7年続けた。 心霊主義英国教会ブリティッシュ、ナショナルアソシエーションオブスピリチュアリズム、ブナズにも参加。1871年、ロンドンにある大学の英語教師になる。1873年、自らの自動書記で、インペレーターという霊からの通信を受け取り始める。当時のイギリスの心霊主義では、死者の霊との交信が行われ、後のチャネルリングのような未知の上位者との交信は、 ほとんど見られなかったが、例外的にインピレーターは未知の上位者の例とされた。これについて、ジョスリン・ゴドウィンは、近代新地学創世期に、ヘレナ・ピー・ブラバツキーが、落僧同胞団のマスターとして言及した存在と、同様の超越的存在ではないかと指摘した。吉永真一は、当時心霊主義とオカルティズムの境界は、現在考えるほど半然としていなかったのではないかと、述べ、 超越的存在に死者霊をもってすることは人間中心主義の延長ではないかと指摘している。1882年、マイアースと進行を結んでいたが、心霊現象研究協会創設に際しては助言を与えるなど協力し、会員として参加。スピーヤ博士も共に参加した。1883年、1871から1882年の 間のロート24冊分に上る膨大な自動書記から抜粋、編集して、後に世界三大霊君の一つと評価されることになる霊君を出版。牧師だったモーゼスとインペレーターと名乗る霊との規制宗教に関する真剣な論争の記録であるとされている1884年ロンドン神霊協会ロンドンスピリチュアリストアライアンス ルザ設立1886年、心霊現象研究協会を打開。協会が現象ばかりを重視することに不満を持っていたが、協会が一人の霊媒をトリックだと発表したのを機きに役員を辞めた。1889年、病気のため大学の教師を辞職。晩年は、痛風と神経痛、うつ病、全身被害、眼病、腎臓病、 さらに数回のインフルエンザと戦い、1892年に53歳で死去した、自動初期のノートはマイアースに委託、スピーアップ人が、モーゼスの生前に、高齢会で得た、メッセージなどを編集して出版している。また、モーゼスの霊が、霊媒パイパー夫人の高齢会などに現れて、メッセージを伝えたと言われている。ありがとうございます。